明治。オクラが古いんだよね。オクラが明治。江戸時代。江戸の末期。300年。そういうところが残ってる町並みがあるんですか、どっかこの町。始まりました。はい、よろしくお願いします。元気いっぱいなんですけども、えちょっと休憩したら元気なくなっちゃったですか。元気なくなりましたよ。回復しましてね。はい、回復した。はい、でございますよ。そんなこと言いながら、じゃあ疲れてたんですね、1時間や。いや、全然疲れないですけど、今日暑いですからね、気をつけないといけませんよね。疲れました。中野市本当のこと言ってくれた、ね、中野市の今日最高気温35度近くいくらしいですから。これどれぐらいいってますかね。36、7、もう30度超えちゃったわ。最高予想気温超えちゃったな。大変ですね。また気をつけてね、はい、ということでね、第2部なんですけども、今日はですね、町のメイン、八田さん、そして、松下さん、八田さんと松下さん、お迎えしてね、約40分ぐらいですね、またお話をさせていただきたいと思います。お願いします。この女性方はあれですか、ミス松代とかそういう方ですか。そうです。ミス松代は昔はそうかもしれない。昔はミス日本ですよ。ミス日本だった。あら、そんなことないだろう。ミスユニバースです。素晴らしいね。ミスユニバースを受賞したことのあるお二人がやりましたね。一気に明るくなりましたね、会場が、ね、やっぱ女性が来たらね、そうですね、やっぱり女性やっぱ女性でなんですか。女性。あ、お手伝いの何も言ってません。ね、もう素晴らしい。さっき言われたじゃないですか。イケメン。イケメン、ありがとうございます。二人のじゃあ自己紹介、ね、自己紹介というか、紹介お願いしますよね、宮本さん。じゃあ三田さん、ご紹介は。三田さん、私やりますか。はい、お願いいたします。はい、そうしましたら、先ほど言いました。八田千鶴さんが、94歳になる。うわ、違いますよね。93になる。まだ3ですか。今92。93歳。ちょっとそんな言ってないわよと、私ね。まだ92よと。次の誕生日で93になるんですよね。ね、そうね。まだ92でね。今月。で、これ八田さんのお宅っていうのは、このセブンイレブンと私ら松歩きセンターの大家さんでもあるんです。ああ、そうなんですね。ここの建物の大家さん、そうなんです、これも今回も貸していただきました。お土地を持ってらっしゃると。そういうことです。そうですか、ありがとうございます。で、あと迎えにいらっしゃるのは松下さん。松下さんは73歳。三とか、私もお誕生日ければ三になる。73になる。八田さんと当地が83歳。83になる。83になる。ということで、やっぱり今回もまたお獅子の話という形で。じゃあ、このお二方は、祇園について詳しいということで、お呼びされたと、そういうことですね。そうですし、特に松さんはね、いろいろされてるんですよね。まだ脱線しそうなんですけどね、もうなんか気持ちの中で脱線しそうだななんてこう予告ありますね。大丈夫でしょ、脱線したらね。ちょっとしますかね。はい、松下さん、すごいんですよね。いろいろ作られてるんですよね。作られてる。手仕事ですか。いろいろこのね、瓶の中にこう、なんか入れるとかね。あ、瓶の中になんかいろいろ組み立てて、なんていうんですか、あれ。なんていうんですか。吊るしびな。あ、吊るしびな。吊るしびなって瓶の中に入れるんですか。それは違いますよね。こう吊るして、こういうなんか。それね、この町歩きセンターに飾らせてもらって。あ、そうなんですね。そう、じゃあ行けば、作品が見られるんですね、町歩きセンターに。いや、もう時期が。あ、時期がね、時間も過ぎたから、もう。お雛様の時に、なるほどね、お雛様の時にね。はい、すごい。宮本さんが言ってた作品は何ですか。それ何ですか。瓶の中にっていう。あ、瓶の中に入れたのですか。それは瓶アート。ね、風船玉を作ってそれに猿ごこを絡ませたりね。猿を絡ませる。生きた猿を。抱かせてるの。ま、手まりの中上に。あ、作った猿を。はい、そうそう、切れで縫ったものをね。はい、しかもね、ハイブズ利用で、はい、昔のウイスキーのこのくらいのだるまのような形のウイスキーの瓶にやったんです。はい、ウイスキーの瓶で、へぇ、おしゃれだ。作ったものを入れるんですか、それとも中で作るんですか。そうそう、中で。あ、じゃあピンセットとか使って中で作る。はぁ、また細かい作業。そういうのね、すごい
近藤の多趣味なんですね。それだとなんかこうよく知らないから布でこう作ったり、何でしたっけ、パッチワーク、パッチワークかな、タペストリー、タペストリーっていうんですか、壁掛け、壁掛け、壁掛け、タペストリー、すごいですよ。1畳2畳の2畳ぐらいありましたっけ。そうね、ね、2畳って分かります、畳2枚と。わかるよ、だったら。でもありがとうございます。そういう振り待ってますからね、僕は。いや、若い方はほら、1平方メートルとか言わなきゃいけないと思って、ね。いや、1畳ってどのぐらいあるのね、今ちょっと困っちゃうね。1畳って5畳だよ、京都8かなんてね。ねえ、そう。でっかい作品作られてるんですね、多趣味でね。そういう方なんですよ。なるほど、町では有名な、有名なお二人なんですね。すごい有名、美容に詳しいということで、この小鉄さんも何人ぐらい有名ですよ。僕らなんかね、まだまだ有名じゃないですから。ちなみに八田さんなんか趣味あるんですか。趣味はですかね、この家を守ってきたっていうのが大事。なるほど。あ、じゃあそのいろいろ受け継いできたものがあると。それで、ちょうど昭和46年から両方とも同時出発なんですけど、同時出発って何ですか。洋裁と料理と34年間教えてました。教えてた、教えてる先生、料理の先生。洋裁ってあのヌーやつ、はい、僕とじゃあ気が合うかもしれませんね。彼も洋裁習ってた。僕も洋裁技術やってまして、はい、縫い物と料理も好きで、はい、ぜひ今度おデートの方じゃあ、おデートを今度一緒に。困って、いや、もう断ってくれていいんですよ。嫌だって言えばね、嫌だったら嫌だって言えば。でもね、はい、やっぱり先祖伝来の郷土料理ってものはあるんですよね。だからそういうものを多くの人に、町の人にもお伝えしたいと思って、そういうものも多く加えて、そういうのを教えてらっしゃった。北村さん、あなたはカレーとあれでタモガキでしょ。そうでございます。大得意でございますけども、その郷土料理じゃ何か一つぐらいなんか、ね、教えてください、ちょっと。まあ先祖伝来って言えば、私の舅ですけど、母が姑が嫁に来た時、自分でたすきをかけてね、で豆腐料理なんですけど、天締めっていうのを、はい、天締めっていうのはどういう、寒天でやった中へ、お豆腐を細かく切って入れる。それで寒天っていうでしょ、寒天、それで締めるっていう、めってて、それで天締めって。豆腐の煮こごりみたいなのができるってことですか。いえ、細かく5ミリ以下に切って、豆腐を、そんな細かく切れるの豆腐。そしたらあんこを塗ってやるように、あんこ入るでしょ。こういうふうにくちゃくちゃやったのは絶対ダメ、包丁の切れ目がちゃんと入ってなきゃ。違う、全然違うんですか、それ。全然違う。ぐちゃってやっても同じ。そんなもんじゃない。違うんだ。切れ目がちゃんと四角に入ってなければダメ。へぇー。じゃないと、歯ごたえが全然違うとか、そういう。歯ごたえ、見た目もあるし、それが伝統ですから。あ、伝統か、そうか。崩すわけにはいかないから。ぜひ今度ね、紹介していただきたいですね、そちら。味付けの方もね、楽しみ。それが醤油が入るの。さっき醤油かけてね、美味しいかも。それはもう正月料理の銃の中に必ず入るのが。正月料理の銃の中に入る。知らなかった。全然知らなかった。で、いうことで、はい、祇園です。祇園のことに詳しいお二人というのを忘れてましたね。お二人とね、その話したら2時間、3時間、5時間過ぎちゃいます。本当ですか。じゃあこの番組終わっちゃいますね。終わっちゃう。それじゃあギュッと凝縮して。洋裁も、その伝統料理も教えてもらったんです。あら、そうなんですね。松下さんが教えてもらったんですか。教室で来てた。いつの話ですか、それ。両方来てた。両方やりました。最近の話じゃないですね。八田さん、松下さんの先生でもあると。あ、そうか。いや、そればっかりじゃなくてね、このご両親の中人も、この人たちの中人もうちでやってるんです。それで、うち呉服屋だったもんですから、ね、あら、こっち持ってるな。ここの呉服屋だったんです。すごいです。こっち持ってるでしょ、呉服屋。ここ一角、あのね、
ここのずっとね、一角、東西500メートル、南北、500メートル、こっちです。それで、食方っていうのが、呉服屋には必ずあるわけですよ。縫いとか、門を作るとか、染めるとか、そういう人を食方っていうんです。食方、うん。それで、染め物屋さんですから、こちら。あ、そうなんですか。呉服屋、通りでおしゃれだと思った、お召してるものがおしゃれだなと思って。もう言えない、照れちゃって、もう、照れちゃってんだ。ミスユニバースですからね、さらに。こちらの文化財ですからね、文化財。文化財というのは 何が文化財ですか。それで何しろね、この人、お裁縫上手なの。和裁。はい。全然。和裁もできると。和裁がうんとできる。そこへ持ってきて、洋裁も習った。へぇ、和裁と洋裁違うんですね、だいぶね。違いますね、やり方がもう全然違いますから。なるほどね。で、ちょうど34年やった時に、私ももうちょっと年を取って具合悪くなっちゃって、うん、教室へ行かなくなりましたけど、あとはうちでまあ、悠々自適っていうようなもんですね。なるほどね。先ほどちょっと出てきた文化財っていうのは何ですか。そうですね、文化財。お宅が文化財、国の文化財。え、お宅が、お宅がどういうことですか。建物、ここ建物って同じです。あ、お二人の自宅というか、まあ、家が文化財に、文化財、その古さ、古い建物だっていうことで文化財に住んでる。ここと一緒の時に、明治24年にできたんです。じゃあその全部木造で、釘は使ってるのかな、よくわかんないけど、それなんか建築法が少しは使ってあるんですよ。だって染め物屋さんっていうのは、粗い針って一反のもの、着物一反のも全部貼るじゃないですか。だから長くなっちゃう。あ、じゃあ中もすごく広くなきゃいけないと、うん、これが自宅の写真ですか。八田さんのお宅ね。へえ、八田さんのお宅、はい、これ八田さんのお宅、はい、これセブンイレブンのね、その北側。あ、もうすぐ横にあるか、ここの。です、横です。へぇ、はい、ここの建物のすぐ横にある、はい、八田さんのね。はい、これは本ですね。へぇ、ここ実際、今住まれてるんですか、ここの建物。この今も住んでて。素晴らしい。電気、ね、大変だったじゃないですか、いろいろ電気引いたりね。はい、これが。これが、これ松下さん。これが松下さん。これ今、実際こう、はい、今もこういう状態での、はい、のところに住んでる。すごい。エアコンとか入れるとき大変だったんでしょ。地震なんてのは大変なんですよ。地震松代地震っていうのは5年続いたんですよ。そうなんですか。5年間ずっと、40年から、ね、ずっと揺れてるわけじゃないと思うよね。たまにね、あの有感無感を通じてね、72万回、72万回地震があったんですか。じゃあもう、ま、もう慣れて地震にも、だから2だとか3だとかっていうのはもう何とも思わない、みんな知ってるんですよ。実際地震が起きて、このお宅とかは崩れたりとか、ちょっと壊れちゃったりとかはなかったんですか。塀は崩れましたね、土塀は、うん、それと屋根はね、4回もやり替えました。そうなんだ。この瓦のあれが乱れちゃうんですよ。瓦がそのじゃずれちゃったりとか、土塀っていうんですか、うん、土の壁は壊れちゃったけども、うん、建物自体はまあ良かった、びくともせず、はあ、やっぱ歴史のある建物、建て方もやっぱね、実際そうですね、残ってるってことは、なんかいろいろこう耐震構造とかもなってたんでしょうね。こちらもそうだけど、やっぱりこの家は明治25年に建った。24年にあれあったの、火事があった。明治24年4月23日、火事で、うん、それで今年の秋に建て、うちは2年後の26年に建ったの。実際あれですか、ご家族も住まわれて、あのお孫さんなんかも息子さんなんかも住まわれてるんですか。住まわれてる。お一人で住んでる。あら、ああ、それあれか。そういうことがあるわけですけどね。ということ歴史あるということで、お二人とも松代出身ですか。いや、こちらは諏訪。諏訪と松代。うん、けど、まあもうこの松代の祇園祭、うんうん、どれぐらい見られてきたんですか。ねえ、うん、あのこれはうちの主人の兄ですけど、うん、それがあの青年団って昔はあったんですよね、はい、うん、その団長をやってる時に初めて松代のあの清居寺っていうのができたんです、うん、それおいくつの時ぐらいですか。兄ですか、うん、いや、あの何年前かなと思って、私、うん、
昭和8年ってばもう女学校3年ぐらいの女学校その頃にね、ね、あね思い出した今女学校という響きが素晴らしい、響きがいいですね、うん、だって10年に卒業したんだもん昭和10年昭和10年、ね、も持てたんでしょうねまたね女学校の頃はねけど昔から基本祭はお二人とも見られてきたということで、うん、そうですねこちらはね、はい、お囃子の笛を吹いてらした主人ご主人その頃からお知り合いだったんですかご主人主人がご主人ご主人がねあこちらのご主人がね、うんうん、その時分はねお囃子は芸者さんだったんです、うんうんなるほどね、まだ下流会が盛んで、うんうん、素人ではなかった三味線弾いたり太鼓を与えたりうーんそれで今はもうそういうのなくなっちゃいましたから、うんみんな素人でも三味線弾いたり、笛吹いたりやってる。そうなんですね、はい。先ほどもちょっと聞いたんですけども、獅子が舞うっていう話聞きまして、うんうん、この祭りは。獅子を舞ったりとかそういうことするの大体男の仕事じゃないですか。ね、女性っていうのはやっぱそのお祭りを支えてるっていう感じになるんですけど、裏方として。どういうことをやられる、ね、踊りは一緒に踊るし。ああ、踊るんですね、女性の方も。獅子休んでる時にね、みんなで踊り踊るんですよ。はいそれは女の人も踊る。あ、そうなんですね。揃いの浴衣で。うーん、あ、浴衣で、ね、セクシーにね、みんなで踊ると。子供もこの頃やってますね。お子さんも何ですか？子供教えてますよ。教えてるんですか？踊り教えたりとかしない？教えるの。さっきの小山さんなんかがね、はい。うん、でもっと若い人が教えてるかもしれないです、はいはい、でもみんなよく踊れますよそんな珍しい毎年同じの踊ってるお今写真が写ってるとあれお獅子お獅子、はいはあね、お獅子暴れてるところです、うん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 、あの林お林によってちゃん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 踊るのは決まってんです、はい、振りが違うんですか、振り付けがはい、振り先が違うんです。何曲ぐらいあるんですか、お祭りで踊られる。いくつあるのかしらね。もう数え、なんだろう、結構あるってことだ。小山さんは5つあるって言ってましたね。はいはいうん、5つあって、その曲の調子が全部違うと。私、うん、川崎しか覚えてない。川崎ってなんですか川崎っていうのも1曲あるんですか、はいはいその振りは覚えてらっしゃる。全然それは全然覚えてらっしゃらない。私ね、うん、この石町でないからね、うん、そういう細かいことはよく。ああ、そっかそっか、諏訪の方からやってきたから、ね。雇われ笛吹きで来てる。それで違う町だけど、このご主人は笛吹いて、うん、いつもお祭りに一緒に参加された。あ、そうなんです。石町にね、笛を吹く人がないからやってくれとお頼まれして、うんうん、それで来てるんです。隣町です。これ見てください。これあ、そちらは。ここで笛吹かれてる方いますね。それであの浴衣着て頭ここに縛ってる人、あの手縫いかぶってる人いますよね、はい、マシンに、はい、あの人ね、権堂でね、笛の先生やってらっしゃる。で、ご主人は今もう亡くなっておしまいになられたんです。あ、で、私、うちがね、あそこへね、役所を勤めてたもんですから、帰りにあの毎月寄ってね、勉強させてもらって、で、写真それで応援に来てくださったんです、真っ白い。で、あの、相互なんですよ。権堂へお手伝いに行ったり、権堂の人が真っ白いお手伝いに行って、未だにそれは交流があるんですね。あ、今、明日もね、権堂の方がいらっしゃる、祭りにね、いらっしゃるとか言ってましたけども、それで権堂の人にね、あのお昼って言えばナスのおやき出していたのがこの人なの。それを楽しみにしていたみたい。手作りです。その権堂の人が楽しみにするってことは、さぞ美味しいおやきを、おやきの作られるんですね。今日はそのおやきを持ってきてないないんでございますね。ないということです。まだね、ナス、ね、早すぎるもん。ナスまだ早いけど、今もうちょうどでき始めじゃないですかね、ナス、ね、うん、これからじゃないですか、これから、うん、楽しみです。でも長野の人はそれとても楽しみに来ていたみたいな、はい、お昼に長野市の方から、権堂から、権堂の方からか、権堂の方からね。あ、そか、長野市内、同じ長野市内なのかな、そうです、ね、そうです、だから権堂でお獅子舞うときは松代からもお手伝いです。両方で相互に。祇園祭はじゃあ本当盛り上がるお祭りですね。それがちょっと休憩しますかね、もう休憩です か, しますか、ね、いや僕らなんかダラダラ喋っちゃいますけど宮本さん聞きたいことないんですか。ちょっとね休憩してね、こちら休憩して、
こちらね、歌手の富田さんがね、お待ちなんで。ちょっともういいんですか、休憩で。ちょっと歌を歌っていただきたい。そうですね、歌を。歌を歌っていただきたい。また、お歌の準備があると。お歌の準備はいかがでしょうか。歌の準備は大丈夫。今頃ね、ツイッターの方でね、松代テレビ出てるよって言ったんですよ。そしたらコメント来ましたよ。あ、そうですか。はい、なんてヤッホーって、こてつに会いに行きますって来てますよ。あ、ほんと、どれ、マジで祇園恒例の夕立が今日は来そうですみたいな声がありますよ。え、恒例なんですか。恒例なんですよ。へぇー、夕立恒例。へぇ、絶対降っちゃう。だから、ここにしたんです。あ、そうなんですね。絶対これ、この松代だからどっかこの近辺の方ってことですよ。メッセージくれたら。そうだね。はい。本当に。こてつに会いに行きますって来てます。ありがとうございます。見てくれてるのかな。ありがとうございます。ね、もうもしかしたら車でさっと通り過ぎるかもしれない。あ、もう見た見たんですね。ちょっと行ってみますかね。行ってみますか。お歌大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい。はい。こちらです。富田と申します。よろしくお願いいたします。はい、カッコから入る富田です。よろしくお願いします。カッコから入る通りで美しいと思った。はい、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 じゃあ富田和子と申しますが、八代線という歌お聴きいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まだです。なかなか生放送。はい。富田さんも、はい。はい。富田さんは他にもお歌を歌われてるんですか。はい。何曲ぐらいだ。ですね、ちょうど私の持ち歌4曲。4曲。はい。今日歌われるのが出来たてほやほやの。はい、そうです。私と一緒で。出来たてほやほや。汗が出ます。はい、そうなんです。はい。生放送です。生放送です、はい、大好きな生放送です。はい、じゃないんですね。はい、歌の活動はそうですね、一応お呼び出かかればどこへでもという。はい、お歌はどれくらいやられているか。歌を出されてから、出てからそうです。1曲目の歌を出してからですか。まだ生まれたてなんです。生まれたて、はい、去年に CD を1枚出させていただいて、この CD が2枚目なんです。で、すいません、新米です。よろしくお願いいたします。はい、そうですね。はい、皆様の前で歌うようになってからは5年ほど。ああ、じゃあやっぱ後輩すいません、先輩、よろしくお願いいたします。あ、それではすいません、八代線どうぞお聴きください。小さな駅のホームに立てば風が優しく花を揺らすよ。君の笑顔に会いたくて、君の心に触れたくて、走れ走れよ、いつまでも思いを乗せて、八代線。流れる時を
いくつも超えて道がレールが胸に響くよ君の寂しさ詰め込んで君の悲しみ詰め込んで走れ走れよ忘れずに思いを乗せて八代線聞いちゃいましたので、すみません、確信聞きたいことがございました。宮本さんお願いします。え、私ですか？ないんかい、ないんかい聞くこと。私はみんな知ってるから。いやいや、あなたがしててもね、視聴者が知らないことございますから。そうです、そうです。ちょっとね、あんまり知ってるからね、ちょっと聞けなくて。あ、そうなんですね。聞いてくださいよ。いや、お二人のどういうところを聞いていいのかがまだわからないので。祇園に詳しいっていう。え、詳しいんですか？もう、その、ね、もう100年以上詳しいよね。200年ぐらい。100年以上。そんな昔の祇園祭についても、私がおじいさんやおばあさんに聞いてるのはもう100年以上の前のことですよね。だからそれをまたもう100年近くだから200年ぐらい前のことは、やっぱりね、次世代に伝えていきましょう。やっぱり祭りの大切さっていうのを、それはぜひ伝えていきたいと思いますね、うん、そうですよね、はい、だから当時からはどんな風で、今の人ね、あんまり楽しすぎてるっていうか、全部自分の思い通りになるんですよ。我慢するってこと一つもないわけ、うん、だからその我慢とかね、耐えるっていうそういう力は弱いんですよ、うん、昔の人に比べると、うん、何でも好きなことできるから、うん、だからそれを私はどうしてもお伝えしたいなと思ってます、ね、やっぱ昔は我慢して我慢して何でも我慢して、うん、もうそれでダメって言われればそれって、例えばなんか絶対服従ですよね。例えばなんか、うん、今はこうだけど昔はこういうこと我慢して、今はこういうとこ便利だけど昔はこう便利じゃなくてこういう我慢したという事例みたいな。私はいつもお話ししてるのはね、食事を家族一緒に食べないってことなんです。それが一番昭和の時代と違ってきてるんですよね。食事を一緒に食べない、
食べない。どういうことですか？今の子が食べないですか？食べない。だって、チンやれば好きな時間に食べられるでしょ。そうですね。それで部活だの、それこそ、なんか、おしゃれに行くとか、そういうようなことで。で、家族と顔合わせて、そのコミュニケーションがうまく取れてないんですよ。だから、昔は自然にこの食卓を囲んで、いろんな世間話を親たちがしてるの、それはちゃんと聞いてるわけですよ、耳で。はい、実行はしなくてもね、はい。で、それが自然に常識として入ってきていたんですけど、うん、今、その親のなんか、昔の話なんで、聞くっていう機会がないっていうか、時間がないって言いますかね。それで私はつくづく若い世代の人とお話ししてみて分かりました。確かに家族で食べない家庭が増えてますね。みんなで。なるほど。やっぱり家族で食事して、その親からいろいろな話を聞いて、いろんな話を聞くわ。それは常識ですよ。学問じゃないわけ。だからその常識をね、いっぱい貯めてもらいたいんだけど、それができていないんですよ。そうか、そうやってね、家族だんだんで親と話することによって常識も身につくし、常識的なこともね、礼儀なんかも覚えて、お行儀とかね、うん、まあ昔は紺の腹がく、紺の腹がく一つでドブ板積んでるような人だってちゃんとお天道さんへ朝起きればお参りしてとか、うん、そういうのはやって見せてるから自然と子供に伝わってくるわけです。そういう親の姿っていうのは全然子供に伝わってないわけ、うん、で、ね、福沢諭吉先生はね、うん、学校は教えるとこだって、うん、それで家庭は学ぶとこだって、学ぶっていうことは真似することだって、はあ、そういう教えると学ぶ、僕はね、家庭の事情がありて、ね、やっぱり親とね、飯食わなかったんですけどねですから常識的なことがね、全くないんですよねやっぱり今の話聞いて、あ、なるほど、そういうことかって思いました。そうですよ、はい、常識が身についていないと言いますか。そう、あんまり、それで、いろんな、もっとのいろんな、こういうことは私たちはできないことはもうやってますけどね。それじゃあいろんなこと知ってるかっていうと全然知らないのに、みんな知ってそうなことも知らなかったりだとか、するんですよね、やっぱり、それで先生に伺ったら、そういうことは教科書にありませんからなって言われたから、はいはい、教科書で学ぶことと常識とは私全然違うと思うんですよ、はい、そんなの、そうですね、それは親からやっぱり真似して教わることがいっぱい、家で家庭では学ぶと、うん、学校では教わる、教わる、なるほどね。僕もそんな常識がね、ちゃんとあるわけじゃないですけど、うちの家庭はおばあちゃんももう亡くなられたんですけど、一緒に住んでて、夕飯だけは絶対みんなで食べるっていうルールが、素晴らしい、素晴らしいね。それその後ご飯食べた後遊び行ってもいいから、必ず夕飯は家で食べたい。それで今こんなこと一生懸命やってて、はい、それで子供部屋なんてのあるでしょ、はいはい、でも好きにそっち引っ込んじゃって親と話するなんてあんまりない。そういうのもあって今の親っていうのは学校で教えも学びもやれって押し付けてやってる部分もありますよね。そういうことはやはりこう今の祇園祭ね、お祭りでもこう響いてるんだね。そうですね、はい、響いてる、響いてるんだね。で、今ここに住んでる人若手が少なくなっちゃってね、伊勢町だけでは間に合わないんですよ。だからよその町からみんな来て一緒にやってる、助けて、助け合ってね、よその町の人とも交流できてね、まあ、それはそれで ね、楽しいことがね。他の町の人やりたくても押ししないでしょ、うん、自分の町に、うんうんうん、だからみんなお手伝いに来て、まあいいふうに考えればいいね、そう、いろいろやりたい人がやれるようになったとか ね、そういうふうに考えられますよね。その代わり猛練習しなきゃね、猛練習はね、そうですよ。今でも古民館ってやってますよね、まあ大変ですよね、10日以上は練習するんです、昔はもっとやったんですよね、はいはいはい、昔は。それで下手すれば叱られるから、それ今叱られればもうやめちゃうのよね、そういう世の中が。そこら辺がさっきね、畑さんがおっしゃったつながるんだね、そういうところが、叱られたらやめちゃう、なるほどね、厳しさもなら学んできてる、耐えるってことをしないわけ、なるほどね。そこが一番今時代が変わって違ってるとこだなと思いますね。耐える、やっぱりそれもね、親から伝えていくっていうのは今
被災地があってやたらと結婚指輪が売れるんですって、うん、4割も売れてるって。結婚する人が多くなってる、その家族が欲しいんだって。ああ、今回のこう大地震とかあって大地震で、ええ、もう指輪がいっぱい売れてるんだ。いろんなことご存知でいろんなお話聞かせていただいてますけども、今日はね、祇園祭ということですけども、祇園祭に日が近づくとやっぱワクワクします？そうですね、もうあのお囃子聞けば自分でもこんな風にやりたくなる。おー、今年は踊られないんですか？え、踊らないんですか今年は？いやいや、こんなこと体でそんなあれですか？痛いですよね。うん、なんか覚えてる振りとか覚えてるやつあるんですか？そんなもんないですよ。ない？こうやればもう何だって誰だって、うん、どうやってこうやってやるの？こうやってこうやってなんとなく音に合わせてこうやってれば大丈夫。じゃあ僕らも踊っていいってことですね。どうぞ踊ってください。楽しみ夕方が。踊りに行きますか？踊り行くんですか今？行きましょう。もう始まってんですか？だってもう3時半に集まってるから。あ、そうなんですか。そういうことでね、ちょっとそちらのハーモニカの山岸さんを出なってるんで、ちょっとハーモニカを吹いていただいて、どうでしょうかね、ハーモニカいいですか？宮本さんね、いつも呼ぶんだけどね、準備が全くできてないんですよね。あ、やってきた。それではちょっとね、ここであの休憩してですね、ちょっとあのハーモニカをね、吹いていただいてね。山岸さんとね、マイクそれ使ってください。持ってる？ハーモニカ。これ下のところ使ってます。ね、お、続いてはハーモニカの奏者が。あのマイクね、持ってるとか、それは抜いてもらって。山岸さん、リクエスト。2人ですから。二人で吹く。宮本さんもハーモニカやられるんですか？ダメなんかい。なんで誘ったんだじゃあ今。意外と前に出ないな。私はね、吹くのはね、ほら。ほら。言われちゃった。いや、あの人の出番取ったの誰今。ダメだよ言わせなきゃ。絶対ダメだよ。今の絶対ダメだよ。みんな分かっちゃってるからね。分かっちゃってるんですか。でもね、言わせないと一回本人に。ハーモニカの山岸さんとコラボということで、ハーモニカは何曲ぐらい吹けるんですか、宮本さん。そのくだりはいいんですか。何曲ぐらい。800曲も弾ける。なんで800？いや、わかんないです。なんでですか。え、じゃあ800。あらばいやー、この下りいいですね。これ800円くれるか、それ。リクエスト、リクエスト、リクエストなんか。いや、まずはね、ちょっと自慢のなんか得意なやつを1曲聴かせていただきましょうよ。はい、それじゃあ1曲ね。はい。美空ひばりさんが歌った、津軽のふるさと。うん、ね、はい、これちょっとしんみりにやります。はい、じゃあ、よろしくお願いします。やめる。
7時からですかね。7時から、午後7時からですね、たっぷりと、山木さんの、ハモリカね、吹いていただきます。いろいろやっていただくと、この後800曲ね。800、お、なんで800なんだっけな。自分で言うんだよ。自分で言うんだよ。素晴らしいね。素晴らしい、ありがとうございます。第2部もですね、だいぶあの時間が過ぎてきましたですね、それでは、最後、小鉄さん、はい、お二人ね、はい、締めて、お二人をね、送り出して送り出していただきます。はい。なんて言ったんだ今。なるほど、送り出して、はい、送り出していくと、はい、ということで、じゃあ元ミスユニバースのお二人、ね、そして擬音にも詳しいお二人、八田さんと松下さんに出演していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。でした。擬音の話以外のところばかりが盛り上がってしまいませんでした。またよろしくお願いします。ということで、また10分ほど呼吸経由して第3部に参りたいと思います。またまた続きますので、よろしくお願いします。